い、ただし。はい、ただし。ただし、小林。ただし、今日何の日だか知ってる？小菓子の誕生日。うん、そっか。そうだね。あとは？あとは小菓子が誕生日。そっか、小菓子って誰だっけ？小菓子太郎氏。小菓子太郎誰だっけ？まあ、あとほら、なんか忘れてない？ただし、なんか。昨日は釣り楽しかったね。そう、昨日釣り楽しかったらしいじゃん、釣り。おっと、疲れたぞ、ちゃんこは。ねえ、ちゃんこね。そして今日はね、あの、もう田川さんと私でスタジオにいるんですが。ねえ。まさかだよね。まさかまさか、ちゃんこの予定に合わせてるんやし。まあ今、駐車場からの電話だよね。だろうと思ったんだけど、まあまあいいよ、あの大丈夫よ、想定内だから。そして俺が今で喋ってるのは宮くんだってことに今気づいた。そっか。いやごめん、完全にやっちまった。うん、大丈夫大丈夫。じゃあ、あの事故んないように急いできて。そうだ、なんで釣り行ったの？あれ、そっか、誰と話してるか分かってなかったんだ。もうゆ夢の中、夢の中。なるほどね。ああ、やっちまった。うん、大丈夫大丈夫。じゃあ、あの、急いできてね。うん、あんこバカにされちゃったよ。うん、あんこ、あんこいつも起こしてくれたのに今日起こした。ああ、そうだな、ごめんにゃ。そっか、お前はもう、もうすでに猫頼みか。もうあれか。もう猫が母ちゃんか、お前すでにもう。いや、申し訳ねえよ。そっか、もう母ちゃんに起こしてもらう、あれだな、あの実家暮らしのやつみたいだな。何の話だよ。なんであんこ起こしてくんなかったんだよ今日は。そんなこと言うのかよお前。言ってたやん。いや、それをね、第三者的に聞いたら、なんかあれだなって、あのあんこが母ちゃんみたいだなって思っちゃったの。ああ。あーあーとか言ってこのまま俺、宮くんとずっと話してスタジオ。あの、でもスタジオ料金はちゃんと発生するからね。ああ、そうだったね。はい、じゃあ今行く。はい、じゃあ急いできて、あの事故んないように急いできてね。事故ったらごめんね。あのスタジオ料金それでも発生しますので。あと俺と田川さんの時給も発生しますので。気をつけてきてね。はい、ちゃんこ、ちゃんこ、あれ、目覚ましかけたよ。あれ、あれ、まさか2週連続。うわー、マジかよ。あれ、なんだっけ、今日何の日だか知ってる？知ってたよ。知ってる？誰の誕生日だっけ今日？スタジオ。あ、スタジオの誕生日？あ、スタジオの日ね。そうですよ、そうです、そうです。はい、今8時5分、あの、ね、8時5分でございます。あのね、うん、あのね、うん、あの今寝ぼけてない。あ、今寝ぼけてない、頭すっきりしてる。うん、すっきりしてるんだけど、うん、あのね、うん、目覚ましかけたぞ。うん、あの、まあ、そうね、まあ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 、それは俺ら知らんがな。なんでこっちで起きんだよ、意味がわからんもん。まあ、あ、俺に目覚ましかけたってこと？そうだよ。三輪増し時計セットしたってこと？三輪増し？三輪増し時計はあのね、5分過ぎてくらいにあのアラームが鳴るから。ああ、そっか。で、うん、あれだろ、今撮ってんだろどうせ。あ、そうだよ、もちろん。よかったね。なんかもう録音してるっていう頭だから、ちょっと今日今すっきりしてシャキッとしてんじゃない？いや、まあ、いや、分かってちゃんと。あ、分かって、何が分かってるのか分かんないけど。まあまあまあ、いや、あのね、はん、おかしいな。じゃあ君の言い分を聞こうじゃないか。あの、君の言い分だから目覚ましかけたんだよ。あ、そうね。で、目覚ましが作動しなかったと。あれ、おかしいな。
あれ12時間前とかじゃねえよな。うん、あ、いや、あの目覚まし8の時間じゃないよ今。そっか、夜の8時ね、5分ね。まあね。まあとりあえずあの事故ないように早く来て。今日ジュースか。まあ、あのジュースでもビールでも、うん、あのステーキでも何でもいいですけど、お寿司でも何でもいいですけど、あの1日の餃子の満州でも何でもいいですけど、何かな、仮に解決するようと思ってるかな、うん、あのまあ今井君に対しては笑いで解決してくれればそれでいいんですけど、あ、笑いで、そうそうそう、君からお金を取ろうなんて別に思ってないから、あの君からお笑いを引き出せれば僕らはもう大満足なので。そうですか。そうなのです。そうね。いやーでもあれね、あの、まあ、ほら2週連続じゃないですか、あの、はい、もうダーとかやっちまったみたいのちょっと欲しかったんだけどな。なんかやっちまったって、まあほら着信音でさ、うん、今日は分かったんだ。前回はほら誰と話してるか分かんなかったじゃん。もう前回今日は最初からもう美和くんから電話が来てるなっていうのを分かった上で受け取ったわけね。うん、そっかそっかそっか、まあまあええわ。じゃあとりあえずだからやるんだったら非表示にするべきだったな。そうだね、うん、そうね、バカめげ、まあバカめじゃないか、それ俺のことか、それバカめがって違くね。そうね、まあまあまあ2回目の取れ高はまあまあまあでしたな、うん、前回ほどパンチ効いてなかったな、うんうん、それはしょうがないよ。頼むよ今井さん、よろしくお願いします。あのプロとしての自覚を見せてくださいよ。あの笑いのプロとしての。すいません。じゃあとりあえずあの事故らないように急いで来てください。はい、了解です。じゃあね、はい、はい、じゃあね、はい。